ニンホマニアックは2013年の二部構成のデンマーク映画。ラース・フォントリアーが監督、脚本を務めた、この作品は2009年、アンチクライスト、2011年、メランコリアに続くトリアーの、うつ三部作の最終作である。5時間半の長編の第一部のプレミア上映は2014年2月16日に、第64回ベルリン映画祭で行われた。 制作費、2巻合計470万ドル、公衆、ボックスオフィス、2巻合計1300万ドル性的に、剥き出しのドラマであり、式状況を自認する女、ジョーの誕生から50歳までのエロスの旅を扱う。寒い冬の夜、年配の独身者セリグマンは、裏路地でぶちのめされたジョーを見つける。セリグマンは彼女を家に連れ込んで怪我の治療をし、彼女の人生について尋ねる。 ジョーは高度にエロティックな人生についての引力にまみれた物語を8章にわたって語る。セリグマンは読書家でいろんな知識を持っている。彼はジョーの物語を本で読んだことに関連づけていく。話は2巻、8章に分けられ、第1巻では若いジョーをステーシー・マーティンが、第2巻ではご半生をシャルロット・ゲンズブールが演じる。 全般的にポジティブな批評が多い。ロッテントマトズでは、第1部が154レビューで、支持率76%、点数6.9、10。批評の総意、暗くおかしい。恐れ知らずの大胆さ。根本的に寛用。トリアーは監修を放棄し観客を挑発する。一方、第2部には、58のレビューが集まり、10点満点中6.4点の、 評価がつけられた。メタクレティックでは、第1部64点。カイエデュシネマシが選ぶ2014年の映画トップ10では、第6位を獲得。ありがとうございます。